様にご来場いただきました。それでは早速お客様にお披露目ということで、今の気持ちを踏まえましてご挨拶をいただきたいと思います。まずは2つの恋に揺れる主人公、土田役を演じた臼田あさみさんです。こんばんは、臼田あさみです。本日は連休明けの平日の夕方で、皆さんお忙しい中ありがとうございます。この後上映がありますが、最後まで楽しんでってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして、曲が書けないスランプに陥り、自分の理想と現実のギャップに苦悩するミュージシャン、土田の恋人誠一を演じましたタイガさんです。こんばんは、誠一役を演じましたタイガです。今日は、完成披露社会、社会じゃないか、上映会に、見に来てくださって本当にありがとうございます。楽しんでもらえるように、たくさん喋れたらいいなと思います。楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、自由奔放で人たらしながら圧倒的な魅力で引きつける土田の忘れられない元彼萩を演じました小田切丈さんです。小田切です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そして原作者七男キリコさんと約束した本作の映像化を実現させた監督、脚本を務められています富永正則監督です。ご来場ありがとうございます。富永と言います。本当は上映終わった後に挨拶したいと思ってるんですけども、なかなか、見ていただく前なので、話すことが正直ないんですけれども、ありがとうございます。ご覧になった後で皆さんで話していただけたらと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ではスピリットメールマンの皆さん、ここからちょっとお写真お休みタイムでよろしくお願いします。映画の完成、改めておめでとうございます。昨年の10月に撮影をされて約1年経っての臼田さんにとっても非常に思い入れの強い作品なんだと思いますけど、どうですか、こうやって完成をして。そうですね、監督から最初にお話を映画化するというお話をいただいたのは今から3年以上前になると思うんですけれども、そこから映画をやっと撮れたっていうのが去年あって、そして今やっと、まだ公開できてないですけど、こう完成した、そして皆さんに見てもらえるっていう機会が本当になんか信じられないというか、まだこれも本当に公開されるのって思ってしまうというか、ここまで来たのでもう公開をもちろんしたいんですけれども、やっとそこにたどり着いたなという気持ちです。はい、本当に素晴らしい、本当にこう体当たりの演技なんですけれども、タイガさんはどんなお気持ちですか？はい、そうですね、撮影が1年前ですか、ちょうど。で、なんか1年前にその行った撮影が、本当に今でもすごく鮮明に覚えていて、で、それがこう、あの時過ごしてた時間が、作品となってこうやって皆さんの前に、本当にあの時間がこうやって、映画になって皆さんに届けられるようになったんだなと思って、すごく感慨深いというか、でなおかつそれがどういうふうに皆さんに受け止められるのかも少しちょっとこう、なんだろうな、ドキドキというか、そのリアクションもすごく楽しみです。そうですね、ようやくここまで来たのかなという感じです。ありがとうございます。富永監督はさっき臼田さんのお話の中で、ね、オファーされて3年前に出てきましたけれども、はいはい、どうですか、改めて臼田さんの今回過ごしたこのかぼちゃとマヨネーズの現場は。かなりフライング気味に臼田さんに伝わってしまい、3年前ですけど、通さなきゃいけないとこ通さずに、ちょっと友達とスタッフの一人と臼田さんじゃないかなって話をしてったら伝わり、伝わって臼田さんが、それはいつみたいな感じで、なって、で、
3年ぐらい経ちましたよね、撮影は。経ちましたね、もう。はい、何も、もう準備してないのに、やる気になっていただいたんで、本当になんか、はい、いや、初めて会った時、まず怒られるかなって思ってたけど。いやいやいや。ありがとうございました。いや、とんでもないです。でも、臼田さんじゃないと、ちょっとこの映画成り立たなかったと思ってます。ね、そして、富永監督と小田切譲さんというと、パビリオン3賞が思い出されるんですけど、あれ、小田切さん、11年前なんですよね。もう11年前ですね。以来の現場っていうことになるんですか、富永監督の。ですよね。そうですね。そうですよね。あ、え？まあ、あ、はい。はい。監督ではなかったですけど。そうですね、お手伝いしに。はいはいはい。小田切さん、いかがですか、はい、久々のこの富永組は今回は。いや、やっぱ最高ですね。監督とは同い年で同級生的な感覚を持っているので、やっぱり頑張ってる姿を見るとすごく励まされますし、やっぱり監督の才能を僕はもう同級生としても映画ファンとしてもやっぱりいつまでも、末永く撮っていただきたい監督の一人なので、まあ、今回の映画もね、これからまあ皆さんご覧になる、まあ、すごいいいですよ。なんか参加できてよかったなと思いますね。はい、だそうですが、富永監督は小田切譲さんとまたご一緒することがかなって、はいはい、いや、感無量ですね。本当、小田切さんは自分にとっては特別な俳優さんなんで、出てもらえたっていうのは本当になんか11年も経ってるって気もしなかったですけども、やっぱり小田切さん何も変わってないなっていう感じがしたのと、あとすごい変わったなと思ったのは、やっぱり某映画の撮影で外国に行かれて帰ってこられた直後だったんで、そうですね、ちょっと肌の色が変わられてたんで、大変苦労ですね。作品にすごく、爪痕になって残って、僕はすごくもう良かったと思うんですけど、すごくいいタイミングで出てもらったなパーマ感もすごいですもんね。そうですね。なかなか望んでできる髪型でもなかった。そうですね。でも、臼田さんは小田切さんと初めてになったんですか？いや、私が初めて映画に出た時にご一緒させていただいてて、でも初めての映画だったので、今から12年前になるんですけど、私は右も左も分からず、で、なんか今日私の記憶の中によると、小田切さんはすごいアドリブとかをたくさんやっていて、なんか台本にないからどうしていいかわからないみたいな困った状態を楽しんでいらっしゃったように。楽しんではないですね思うんですけど、はい、そのシオン監督の作品だったので、はい、台本もなかったようなもんですよね。まあそうですね、だからもう好き勝手やってて、周りの俳優みんなそういうタイプですよね。そうですね、もう皆さんそうでした。はい、どうでした？久々に今回こうやってご一緒することになり、しかもすっごいこう色っぽいシーンというか、ね、非常に素敵なこう土田と俳優の関係だったんですけど、はい、どうでしたか？これはご本人を目の前にしてちょっととっても言いづらいんですけどせいちゃんとのスケジュール的にせいちゃんとのシーンが先にあって、やっぱりせいちゃんとこう気持ちを作っていって、現場を作っていって情も湧いて、もうなんかこれせいちゃんとどうにかうまくいかないかなっていう気持ちにもなったんですよ。で、もちろん脚本があるのでこの後萩尾が現れてっていうのは分かってたんですけど、なんかこんなにせいちゃんと作り上げたものを一瞬で萩尾は崩せるのかなって、私のこの気持ち変わるのかなって気持ちになったんですけど、小田切さんが萩尾として現場に入った瞬間に、私だけじゃなく女性スタッフだけじゃなく男性スタッフもみんな、あ、これはもうせいちゃん負けたねってなって、もう私もなんかなんていうのかな、それまで考えてたここで萩尾に気持ちが揺らぐのかなっていうのはもう一切取っ払われて、なんかこう女の人にモテるとかそういうことだけじゃなくて人を引きつけるみたいな、なんかあれよあれよと自分のペースに持ってかれちゃって、こんなはずじゃなかったのにって気持ちにさせられるのを味わったので、本当に、皆さんまだ見る前なのでかなりが今ハードルが、ね、ごめんなさい、そうだそうだ、
かなり僕やばいことになってますすいません、そうだそうだそんな大した芝居してないですか、ね、いやいやいや、でも多分みんなもあーあーってなうなずくと思いますね。もう本当そうですね、頼むからやめてくれって誠一としては思いましたけどはい、ね、え、タイガさんね、まあそういうふうにまあ言ってますけれども、はい、だけど小田切さんと今回も共演で、え、3回目でしたっけ。そうですね、その共演っていう意味では、はい、どうでした、ご一緒するシーンがあって。あ、そうですね、あの本当に、今回の現場でお会いする前はまあ言うなれば恋敵というかそういう立ち位置だったと思うんです。で、まあ誠一としてあの、まあ、物語の展開も知ってるし、あの臼田さん演じる土田がもう萩尾のところに行くのは結構こうなんていうんですかね、胸をかきむしられるような気持ちで、明日の撮影は俺ないけど次の日、え、明日の撮影って何するのって言ったら萩尾とのシーンみたいな、頼むから行かないでくれっていう臼田さん行かないでみたいな気持ちにはなっていたんですけど、いざあの対面するとやっぱり僕としても小田切長さんなので、あ、小田切さん小田切さんっていう、それまでちょっとこう牙を剥いてでもなんか言おうかなと思ったんですけど、対面するとすっかりこう懐にスプレー入ってしまったというか、その人間的魅力に虜になりました、はい、そうでございます。いや、なんかもうあの お食事でも連れてって行ってあげたい気持ちです、はい、いやでも、ね、ご覧になると本当にこの誠一と萩尾のこう何ですかね、人柄とかにじみ出てきてるっていうのが皆さん見てて非常にその人たちのこう気持ちっていうのがなんかこう感じられる作品なんですよ。でここは富永監督がなんかこだわって非常にこのキャラクター男性キャラクター2人を膨らませたって聞いてるんですよね。原作にないところをもっとこう出したっていう、はいはいはい、どういう思いでそこは増やしてたんでしょうか。この2人が、何でしょう、単なるかっこいい人で終わらないように、もうまあ言ったら臼田さん演じる土田さんがダメ男巡りみたいな感じになるように魅力あるダメ男をという、まあ、平たく言うとそんな感じですかね。東京ボーダーレス TV